はい、こちらの日本テレビの、IBC2008 の日本テレビのブースでは、今年はあの実は4年前に日本テレビ展示やったんですけども、目線こちらでいいですか、はい4年前に日本テレビあの展示やったんですけども、その時はあのワンセグの、まあ、ここに書いてますけど日テレワンセグを展示やったんですが、今回実はワンセグじゃなくてまたガラッと今までとは違う趣向の番組がを紹介してまして、でそれがあの舞台となっているのがあのインターネット上に広がる仮想空間のセカンドライフというサービスになっています。でセカンドライフの中で番組を作って、そこには番組の出演者もそれからあのスタッフですね、カメラマンだとか、ディレクターだとか、それからいろいろこう制御を行うスタッフとか、まあ、どうかしたら警備員までまあ警備を担当するスタッフまでそこのセカンドライフという仮想世界の中にログインをして、それでさらには一般の視聴者まで自由に番組を作っている場所に参加をして、それで出演もできたり、あとはまあ番組を観覧できたり、でそういう新しい視聴者と視聴者もインターネットを通じて自由に番組も参加できる新しいスタイルの番組をこのセカンドライフを使って実現したというのが、まあ、あの今回新しいということで、紹介して展示しているところです。今ちょうどセカンドライフの、これが画面を紹介します。で今ですね、これが今まあ、ちょうどカメラマンのアバターになりますね。で今ここにはスクリーンが出ていますけれども、これは今ここはアムステルダムですけれども、これは日本のサーバー、動画サーバーからストリーミングでここに表示して、でここに集まった一般のお客さんも同じ映像を見たり、で手前で出演者がいろいろここでトークをするのも自由に番組に見に来た視聴者は世界のどこからでも、自宅でもホテルでもインターネットのつながるところでパソコンがあれば自由にここに参加してその番組観覧することができると。で我々がなぜこのセカンドライフを使って番組をやろうと思ったかというと、まあ、3つ大きな理由がありまして、で1つは3次元で、まあ、フル3次元のフル3次元って言ってもちょっとあれなんですけども、こういう 3G の、ごめんなさい、コンピュータグラフィックスの、3次元のコンピュータグラフィックスので全部できたアニメーションのができるということ、ただこれはもう普通にもう行われていることです。で2つ目の理由がやっぱり一般の視聴者が番組作りに参加できるというところが一つ大きいところになります。で、まあ、どこからでも、先ほど申しましたようにどこからでもインターネットを使って参加もできますというところですね。でもう一つは非常に低コストに番組ができます。何しろまあ、ここにあるような一般のコンシューマー PC、 普通のノートパソコンとかデスクトップパソコンとかそういうのだけでも番組ができます。で、まあ、一応カメラというか映像を撮るためのパソコンは、まあ、そこそこちょっといいものを使うんですが、それ以外は非常に低コストで番組を作るというところで、まあ、そういう3つの理由でいろいろなトライアルを行っているというところです。ではちょっと、まあ、番組の紹介をというか、はい、ですかね。で番組はですね、もう昨年の10月から実は放送始まってまして、これが深夜1時29分から毎週水曜日、放送しているんですけれども、まあ、今先ほど最初に概要でお話ししちゃいましたけどもね、ここにある番組の出演者も、ボイスチャットと呼ばれるこうヘッドセットをつけてマイクでこう喋るボイスチャットという機能を使って喋、ります。で一般の方がセカンドライフでログインします。そしたらその方ログインしたら、そこで出演者が例えば千原ジュニアさんとかうちのババのアナウンサー、それから、土屋っていうレギュラーの出演者が声で喋ってるのが普通にここにログインしたら声で聞くことができます。で非常に臨場感のある番組観覧がここで可能になるというところですね。でカメラマンも実はアバターで、ここにちょっと出てますけども、カメラマンもアバターとして参加しています。でカメラマンのアバターが見た画面、実はこれがカメラマンで、カメラマンのアバターが見たこの画面をそのまま HD でレコーディングして収録をして、でそれを、普通に編集して、普通にというか通常の番組編集のフローと同じようにして地上波で放送するという流れになっています。だからカメラマンもあくまでアバターとしてカメラ背負って走ってですね、出演者が遠くに行ったら一緒に走っていかないと撮れないわけですよ非常にそういうところアナログな感じになっています。でさらには、まあ、先ほど申しましたけども、一般の視聴者も自由に、参加できる。今日はちょっと番組収録やってないので誰もいませんけれども、まあ、ここに一人だけなんか座ってる人がいますけれども、まあ、ここに大勢視聴者の方が集まって、まあ、こういう感じですね。これうちの T シャツ配ってるんで来てくれてますけども、うちの配ってる T シャツを着ていないいろんな方もですね、鶏の格好してる人からなんか変わった格好した人からもここに参加をすることができるというような
ことになってます。で中に面白い格好した人がいたらステージに上がってもらって、ちょっとトークに入ってもらったりだとか、まあ、そういうのがあったりとか、ちょうど、ね、今日上映向こうで上映してるのはちょっと今スタート戻っちゃいましたけど、コンテストアバターコンテストやっていて、友達で面白い人いたら呼んできてくださいっていう、なんかどっかの他局でアルタとかでやってそうな企画なんですけども、それをセカンドライフの中でやってですね、友達の面白い人を呼んでくると、それで紹介して、で優勝者には賞金を、しかも賞金というのもセカンドライフの中で使えるリンデンドルという仮想通貨で賞金を渡すというような企画もやってます。それが個人の視聴者が非常にこのすごいクオリティの高いものを作るわけですね。我々以上にもものすごいものを作るんですね。でやっぱりそういうものを我々の番組で取り上げてっていうことで、個人のそういうユーザークリエイターも、をまあ元気づけるというとちょっとあれなんですけども、まあ、そういうのとうまく絡みながら、そういう方々と絡みながら番組ができるというようなスタイルの番組になっているというところがこの新しいトライアルというところですね。でこれ実現するのは実は簡単なようで実は難しくてですね、いろいろあそこにテクノロジーで書いてますけども、我々もいろいろこのセカンドライフの中でいろんなものを開発してます。であそこのコントロールシステムって書いてますけども、セカンドライフの中のこのさっきスクリーン、ちょっと今スクリーン出てませんけども、こういうスクリーンが出ていますね。今動画がちょっと流れてるんですけども、こういうのを制御するためのこういうパネル、これがまあ DSS、 よくある放送局で静止画をここに出す、今変えてもらいましたけども、こういうふうにこれをクリックして、これはスタッフの画面だけ、一般の人には出ていません。こちらのリモコンはスタッフが出てて、これをクリックしていくと、このでの番組の例えば VTR 見てみましょうっていうと、スタッフがこの20番とかを押すと、あ、そうですね、投稿するとこういうふうに動画が流れて VTR を見るというような、だこういう部分を自社で、まあ、自社で開発といっても別にこういうのが好きな社員がなんか暇な時にプログラムして作ったというようなものなんですけども、こういうものをやったりだとか、あとはセカンドライフというのは非常にこう素人でも簡単に3次元のオブジェクトというか、いろんなこういうもの作りができます。これはパワーポイントでよく2次元で作る、図を描いたりします。四角形の組み合わせとかで、でこの世界も非常に簡単で、3次元のパワーポイントみたいなもんで、四角形とか丸とかの組み合わせで全部こういうものを作っていくんですけども、逆に言うと誰でも簡単に作れる分、プロ放送局の中のやっぱりデザイナー、そういう 3D のデザイナーにとってはそういう視聴者と同じ、視聴者っていうかもしれないね、一般の方と同じ、ビギナーとかと同じレベルのものやり方をしないといけないので、逆に苦戦をするんですね。で我々放送局で使っているプロ用のそういう 3D の CG のデザインソフトとかのデータをうまくこのセカンドライフに取り組む変換フローとかもやりまして、で実際高いクオリティのオブジェクトをこの中で実現できているというような部分も自社でいろいろ工夫をして実現したところになります。そして番組だけじゃなくてですね、こちらちょっといろいろ紹介してますけれども、いろいろ広告展開だとか、実際には他の某企業さんの場所にですね、お客さんを誘導する、例えばこうスノーボードを滑ってから車に使用するというような場所があるんですけども、そのためにスノーボードのこうオブジェクトを置いてですね、それで触るとその広告主さんのところに飛んでいくというような、そういうモデルをやったりだとか、あと下にまあ DVD 出ていますけれども、ホームページとかの広告とかと違って、やっぱいろんなプロダクト表現が3次元で、3次元というとあれですが、こう立体的にできます。でかなりリアルに作れます。だこういう部分というのは結構いろんなクライアントの方とかも非常に興味を持っている、特にはいろんなプロダクトメーカーさんの方なんかだと、こういうふうにリアルに自社の製品が再現できるというのは非常に高く評価されているというところになりますね。あとまあいろんなトライアルやってるんですが、まあ、日本テレビの報道フロアとか自由に入れないんで、ああいうの作ってるんで、モックですね、あるんですが、と言いながらも最新のニュースが出ていたりとか、あと下ですね、これが実は汐留 TV というテレビを、無料でセカンドライフの中で配ってます。これはなんですかね、あくまでセカンドライフの世界の中で見るテレビになっていまして、で一般の方々もちょっとお金出してる方はちょっとお金出せば土地を持てるんですね。でその中の土地で家を建てたりできると、でその家の中にテレビを置いてくださいねというので、無料で我々テレビ配っています。あくまでバーチャルテレビです。ですがこれをテレビの画面をクリックするとチャンネルというかコンテンツリストが出て、例えば日本テレビの日テレニュース24最新のニュースが見られたりとか、そういうふうにしてセカンドライフの中の VOD テレビということで、多分日本語対応のものではトップシェアだろうと思っているんですけども、まあ、こういうようなテレビを作ったりとか、あとは最後コミュニケーション、ツールとしてセカンドライフを捉えていると、でこういう
カフェを汐留のこの日本テレビの土地の中に作っていて、一般の視聴者が番組観覧終わった後流れてそこでちょっと喋っていたりとか、そういうようなスペースも作るというような、まあインターネットのそういういろいろなコミュニケーションとかそういう機能とかと合わせて新しいあの番組の制作手法を合わせてで、まあ作るというような、そういうようなことで今回この IBC2008 で、あのまあ世界でも非常に新しい試みを意外と長く続けているということで紹介をしているというところでしょうか。はい。